タジキスタンの交通システムのほとんどはソビエト連邦時代に建設されたものであり、年月の経過と不十分な投資と整備のため、交通網の質は悪化の一途をたどっている。ソビエト連邦時代のシステムとその後建設された交通システムはどちらも国内北部と南部の地形の顕著な違いを考慮して建設、整備されたものではない。2005年初頭、 この問題を解決すべく複数の大規模交通プロジェクトが計画された。それらの一つがアンザブトンネルであり、このトンネルは2006年に開通、ドゥシャンベとタジキスタン北部を結んでいる。しかし、トンネルには換気システムが不足しており、舗装も不十分であることから、一部箇所で依然建設が進行中である。航空会社による フライトスケジュールは急に変更されることがあり、信頼がおけるとは言い難い。ソビエト連邦時代の交通については、ソビエト連邦の交通を参照のこと。ドゥシャンベキ・タジキスタンのドゥシャンベキ付近の公園にある e u 7 3 3零から10から0、タジキスタン国内の鉄道の総延長は約 680km であり、すべての線路が 1520mm の後期である。 鉄道網は、タジキスタン西部の都市圏と隣国であるウズベキスタンやトルクメニスタンを結んでいる。2000年、国内南部の都市クルガン鉄波とクリアーブ、タジキスタンで乗り換えを行う旅行者は、タジキスタン鉄道の乗り換えの土に運賃を支払うという、断続的な失敗と安全上の問題に悩まされている。パキスタン、タジキスタン、アフガニスタンの首脳間の会談では、 中央アジアの国々の間の貿易量を増加させるタメタジキスタン鉄道の近代化を図ることで合意したドゥシャンベとホジェンド間にある橋中国人労働者により建設されたタジキスタンには約3万キロメートルの道路があるがこれらのほとんどは1991年以前のソビエト連邦時代に建設されたものである主要幹線道路の一つである北部と南部を結ぶ道路は ホジェンド北西部から山を越えてドシャンベまでを結んでいる。東部へと伸びる主要幹線道路はドシャンベからゴルノバダフシャンジ治州のホロフを結び、その後山々を越えて北東部へと進み、キルギスの教えと続いている。ホジェンドドシャンベ間ルートは陶器に閉鎖されるため、山を迂回するバイパス道路としてアンザブトンネルが建設され、タジキスタンを経由して北部はタシュケントと南部は アフガニスタンやパキスタンへと続くルートが開通している。中国は2007年8月時点で約7.2億 US ドルをドゥシャンベとホジェンド間の道路補修及び拡張整備を含むタジキスタンのインフラ整備に投資しており、中国からの設備や労働力、現場監督を使用することとなっている。2005年半ばにはアメリカ合衆国の投資のもとパンジ川を越えて、 アフガニスタンと結ぶ橋の建設を開始2007年8月に完成し、さらにタジキスタンと南の温暖な気候の港を結ぶ複数の橋の建設が計画されている。パキスタン、タジキスタン、アフガニスタンによる2009年の首脳会談ではタジキスタンを通過する新高速道路の舗装が議題に上がった。新高速道路は パキスタンの中央アジアへの輸出を容易にするものであり、タジキスタンにも多くの利益をもたらすものである。ゴルノ・バダフシャン・自治州とドシャンベを経由する合計 1300km の道路の建設が計画されている。計画実現に向けた初の会合は2009年11月に開催された。パキスタンのアースイフ・アリ・ザルダーリー大統領によると、 道路の開通はこの地域にある国々が互いに歩み寄ることや貿易量増加、すべての国の経済的、社会的利益を生む人々の交流にとって重要である。タジキスタンには約 549km のガスパイプラインがあり、ウズベキスタンからドゥシャンベへと天然ガスを供給する役割を果たしている。また、ウズベキスタンからタジキスタン北西部に 天然ガスを供給する役割も果たしている。タジキスタンにはこの他に3 8トルの石油用パイプラインがある。タジキスタンは内陸国であり海に面していないため港はなく、運河も存在しない。タジキスタン航空の機体サモリアの機体と従業員2009年時点において、タジキスタンには十六の空港があり、そのうち十八は舗装滑走路を有している。また、 二つの空港は3000メートル以上の滑走路を有する。国内最大の空港は、ドゥシャンベ空港であり、国際便が発着している。ドゥシャンベとウズベキスタンの多種県とを結ぶ便は、運航されていないが、アルマトイに毎日運航されている。国際便は、ドゥシャンベと外国の使用都市を結ぶ役割を果たしている。次に、規模の大きい空港は、ホジェンド空港とクラーブ空港である。 国営の航空会社である、タジキスタン航空とサモンエア、そして多くの CIS 諸国の航空会社が、旧ソビエト連邦地域の都市とタジキスタンを結ぶ、国際便の運航を行っている。エアバルティックは、ドゥシャンベとリガ、さらに、ヨーロッパの他の都市を結ぶ便を運用しているが、ウズベキスタンへの直行便は就航していない。ターキッシュエアラインズ、イラン航空、カーム航空、 ウラル航空、S7 航空とその他多くの航空会社が、ドイツやロシアへの定期便を運用している。ありがとうございます。